はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回に引き続きですね、霊能者とか占い師とか、まあその類のですね、お便りいただいておりますので読ませていただきます。はい、まだですね、動画のコメントにいただいておりますかなさんですかね、読ませていただきます。はい、お便りするほどではないけれども、霊能者にまつわることですが、今年5月に火事で犬が死んじゃってと。もともと骨肉腫で長くはなかったけど、よく人間が事故や自殺で死ぬと、うん、死に際の行動を繰り返すと聞くので、今も苦しんでいるのではと思うと、いても立ってもいられず、ネットで調べた霊能者さんに会うことにしました。うん、その方は言ってないこともズバズバ言い当てるという感じではなかったけど、うん、あえて聞かれたことしか答えないようにしているように感じました。うん、犬はもう行くべきところへ行っていること、前の飼い主さんから引き取ったことを話すと、狭いところから出してくれたと言っている。前はゲージ内で飼われていたということ。うん、闘病していたことを話すと、病院で狭いところに入れられるのが苦痛だったこと、抗がん剤の後いつも半日入院していますと。それから建て替え予定の家の井戸のことや、発達障害に近い性格だった父のこと、私がものづくりが好きなことなど、細かいことから先祖のことからいろいろと言い当ててくださいました。うん、私は今後また人生のピンチになったらその方に見てもらおうと思いますということです。うん、まあ言ってもないことを言い当てるというような感じじゃなかったけれども、ちょこちょこと、あれなんでこれわかるんだろうということを言い当てるみたいな方だそうですね。はい、うん、中にいるみたいですよ、こういうふうにね。まあまあそうだね。うん、まあ余計なことを言わないっていうのはまあ一個そうそう いいことだと思うんですけどね。うん、その聞いてもねえのにすげえ自分の話する人がいたりするから。ね、うん、いるいる。私は神に使わされてこの場にいるのですと。うん、本来であればあなた方と話すこと神に許されてはいないんだけれども、私それではダメかなと思って今ここに降り立ちあなた方と話しております。これ NG。うん、だいぶ上から来てるね。めちゃくちゃ上から来る。うん、俺も言われたことあるそれ。うんうん、あなたと喋っている時間はないんだけれども私にはと。うん、じゃあ結構ですよって言うんですけど、うん、バンバン喋ってくる自慢。まあ、そうね、いる、そういうやつはね、いますけれども、数十分間の中の自慢にも俺のお金にこれ変わってるのかなって思うとちょっとイラっとくる時はありますけどね。そういう、確かにね、数十分とかでね、やってるところはあるじゃないですか。何十分いくらってありますね、確かにね。うん、自慢が占めてるの2割とかで、ね、それに関してあっちは悪いと思ってなく、うん、私の話を聞かせてあげてると思ってますから。あかもね、うん、まあ、ありがたいって捉えてるかもしれないけど、そうです。でもこの方の占いとか、まあ、霊能者とか、うん、そういうのの向き合い方がいいなと思ったのが、うん、ここまで当てられているにもかかわらず、うん、人生のピンチになったらこの方に見てもらおうと思いますぐらいなんですよね。うん、なんかここまで当てられちゃうと、なんかちっちゃいことでも聞きに行ったりだとかね、うん、まあ僕の知り合いにもいますますけれども、どこどこに遊びに行こうと思ってます、どのような服を着たらいいですかって聞きに行ったりするレベルの人もいるんですよ。当てられちゃって以前にね、すごいね。うん、そこまで聞いちゃうんですよね。うん、新しい彼女ができました、この彼女今連れてきたんだけれどどうですかって、会わなかったらそこできっぱり別れるみたいな人もいたりするんですよ。自分をまず信じなさいよと思うんだけれども、うん、それすごい、ね。うん、まあ、そういう人もいるからね。うん、まあピンチになったら、まあ、それぐらいでいいと思いますよ。でそれも見てもらった後に信じる信じないはもう自己判断でいいと思うわ。うん、ああ、それぐらいでいいと僕は思います。続いていきます。続いてですね、ちょっとあのコメントなんですけれども、どういうユーザー名かわからないのですいません、ちょっと省かせていただきますけれども、はい、まだ20代だった頃、占いの館的なところに友人が行きたいというので行ったら、中に入るなりみんな占いしないとダメと言われたと。付き添いなのにね。うん、懇願する友人に俺いやいや占いしてもらいました。友人たちが順調に占われていき、最後は私でした。うん、その占い師さんは手相となんとかっていう占いをしていましたが、私の手相を見た瞬間にめちゃくちゃ焦り、私の手のひらをくるくるとひっくり返し、一生懸命小指の下ら辺を見ていました。うん、ああ
結婚線ならなくても大丈夫ですよと告げた瞬間に、その占い師さんは心底ほっとした顔をしていました。軒並みお年頃の女の子が気になるのは結婚のことだったのでしょうか。強がりではなく心底興味がなかったため、変に、焦らせて申し訳ないなぁと思いつつ、コントかなぁというくらい手のひらをまさぐられたのがいい思い出です。30代に突入し、しばらく経った現在を見込んですので、あの占いは当たっていますよ、占い師さんと言ってあげたいですと。まあまあ、だから何それ、結婚を見に来る人が多い中、あれ結婚の線がないみたいな、これ結婚できない、これどう言ってあげたらいいんだろうみたいな。いや、そのまんま言うしかねえよな。でもやっぱ気遣いねえもんはねえからな。気遣いやから、やっぱ言ってあげたいのよ、いい判断をね。だけど嘘はつけないから、どうしようこれでもみたいな感じで、他にちょっとその要素があるものを探すとかってこと。まあ、いや、結婚運を聞かれるからよく、そのことを言ってあげたいんだけれども、結婚線すらないから、よく気づいてないしようっていうね。何に焦ってるかが。だから、自分でもちょっと調べてみたことがあるんじゃない？結婚線ないねって、なんかちょっと流行ってたよね。あ、そう？前に。だって、20代の頃にって言って、今30代だから、多分10年ぐらい前でしょ？10年ぐらい前ってものすごい流行ってなかった、手相。ようテレビでやってたよ、それ島田さんとかさ、島田さんが広めたんでしょうけど、新宿の母とかさ、いろんな人が出ててさ、その手相をドーン出して、ここに線があって赤いペンで ね、ってね、そう、そんなんよう流行ってましたよね。だからわかるわかる。だからちょっと自分も、俺もだからその時に見た情報だとちょっと見えるもんね、自分のやつ。もう全然覚えてねえな。あ、本当ですか。なんかユーモア線とか、マスカケ線とかね、ほぼその島田秀平さんの情報ですけれども、やっぱ覚えてますよね。まあまあそういった時代の話でしょう。はい、では続いていきます。次はですね、占いではなく、霊能者のお話でございます。リリカさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒーラーのローズさんとは20年ほど前にハワイ旅行中に知り合い、来日の際には品川プリンスホテルでもヒーリングしていただきましたと。どよないところでやってますね。はい。ねえ。結論は今までで一番の能力者。8割的中です。まず霊視の前に手をつなぎ英語で何かを唱えます。すいません、文言は忘れてしまいました。そしておもむろに私の家の中を霊視、インテリアや室内などほぼ的中。そして主人の写真を見て足を引きずっているイメージを伝えられましたが、まさに主人はその時膝を痛めて痛みをこらえて歩いていた時期でした。15歳の娘のことも将来海外に住むことになると、その言葉には半信半疑でしたが、35歳の今娘は仕事で3年前から海外駐在です。私の健康面では自宅の玄関出た段差、階段のような場所で足の怪我に注意と。その2年後足の怪我をしました。毛髪1本を見てカロテンの取りすぎと言われましたが、その頃毎日人参をジュースにかけて飲んでいました。1時間の鑑定でしたが、本物はこんな感じなんだなぁと感じて以来、偽物を会って、1分ぐらいで分かってしまいますよね。お二人ならこの感覚お分かりだと思います。前回ランボーさんという、ね、方の話をしましたけれども、ランボーさんにも見ていただきましたが、個人的にはローズさんが上回るかしらと思います。いつもお便りしたいと思いながら、夜年並みにメールを打つのが、億劫な、そんなお年頃の都市ボーイズファンです。寒暖差にどうぞ体調を崩されませんよと。ローズさん、ローズさん、僕らもちょっと話しましたよね。ローズさんの話をしましたよ ね、すごい人がいるみたいな、多分その人だと思うんですよね、これ。多分そうだろう、まあ、あとやっぱハワイに集まるって、やっぱハワイなんだっていうね。品川プリンスホテルでやってんのヒーリング、これすごくない？多分その人結構あれなんじゃないの、まあまあセレブリティ的な方なんじゃないの。なんか警察にも協力したみたいな話があったよね。その話確か前回したんだよね。その過去に自分の霊体というかフットを寄させて、で俯瞰の位置からその犯罪を見て、で犯人の顔を見て、それをイラストで描いて捕まるっていう、びったしの人やったっていう話がねあったんですけど、ローズ、多分そのローズさんやと思うんですよね。でこれすごくないですか、行ったこともない場所のインテリア、しつらえを当てる、主人が膝を痛めて歩いているのも当てるっていう、
そのなんかさ、うん、住んでるところの間取りを当てるとかっていう人、うんうん、まあ、日本にも結構いるけど、いる個人的には当たってないかな、うん、当たったって思ってる人俺はあんまいなくて、あ、友人とかが見てもらったりとか自身が見てもらったりとか、うんうんうん、なんかちょっと違うなっていうのが多いんだよね、うん、だから完璧ぴったしみたいな人はちょっとないんだけど、うん、当ててますからね。ローズさんはできんのかな、うん、でやっぱりちょっと、コールドリーディングとかね、うん、ホットリーディングとかあります。それちょっと違うのかなと思うのが、霊視の前に手をつなぎ英語で何かを唱えるという、うんうんうん、ね、呪文のような、それも気になるね、ね、何を唱えているんだろうというようなね話も。ローズさん日本語いけるのかな、どうなんだろう。だったらすぐ見てほしいな、面白そうだし、うん、まあすごいわこの人が、うん、ローズさんね、ナンバーワンですって。うん、でもこの人は確かにナンバーワンってよく聞く、まあまあ、うん、よく聞きますわ。ハワイは、はい、すごいですね。いいとこかもしれない。いや、ハワイはいいとこですよ、うん、霊能者にとってもね、そうそう、はい、あったかい場所ですから。ではいきます、続いてでございます。拾った石にまつわるお話を林さんが募集されているので投稿いたしますと。うん、コンコン狸と申します。はい。私が小学生の頃、学校からの帰り道に縄文時代の包丁のような片面だけ研いでスパスパに、草が切れる黒い石を拾いました。うん、黒曜石ですよね、うん。なぜか帰り道にあった土手からニョキッと生えたように出ていたので、それを見つけて引っこ抜きました。うん、生えている草に向けて鎌のように振り下ろすとスパッと切れるので、子供ながらに面白くて、残りの帰り道に石を持った手を振ってススキなどを切って帰りました、うん、帰宅後いいものを見つけたと、宝物箱に石を入れてくつろいでいました、うん、次の日何事もなく学校から帰ると家の中が騒がしい。ただいまと帰ると母が玄関で大声で電話の相手に怒鳴っていました。驚いていると玄関先の居間で祖母が父に肩を抱えてもらいながら真っ赤に染まったタオルを敷き詰めた風呂桶を抱えて椅子に座っていました。祖母の顔は血の気がありませんでした。例えるなら明日のジョーのラスト状態、うん、状況が飲み込めず立ちすくんでいると救急車が出払っていて時間かかるなら今から私が車で連れて行くから先生用意しておけ、病院は患者見るところだろボケと言って母が電話をガチャ切りし、何ボケとしてんの、車早く出してあんたもばあちゃんが大変なことくらいわかんだろそこどけと母がキレッキレに切れて怒鳴り散らしながら家族を誘導して祖母を病院に運んでいきました、うん、父と二人呆然としながら車を見送った後家の中に飛び散っている血痕を二人で拭き掃除しながら事の顛末を聞きました。それは不思議な話でした。私が学校に行った後で祖母の歯が一本ポロリと抜けたそうです。もう70歳過ぎていたので歯が抜けてもおかしくないと本人は思ったらしくのほほんと口をゆすいだそうです。でも不思議なことに血が止まらない、おやと思ったものの昭和の人は我慢強くタオルを噛んでそのうち止まるだろうと家仕事を続けていたそうです、うん、でも出血は止まらずタオルが真っ赤になり動けなくなりタオル越しに血が滴る状態、倒れている祖母を母が発見、その後110番と病院に、交互に電話をしているところに私が帰宅したという流れだそうですと、うん、ばあちゃん大丈夫かなと時間差で不安になりながら血まみれになったタオルを洗濯していると父がなあ最近変わったものを拾ったりしなかったか、なんだか全てが急すぎるんだよなぁと語尾にブツブツつぶやきながら聞いてきました、うん、変わったもの、洗濯機の回る音を聞きながら思い返していて昨日拾った石を思い出し父に宝箱から出して見せました、うん、父の顔色はみるみる変わっていき今すぐ会った場所に戻してこいと普段温厚な父に怒鳴られたので慌てて石を拾った土手まで走って返しに行きました、うん、帰宅後父に宝物はまた別に探せばいいと頭を撫でてもらいながら私は泣きました、うん、数時間後ケロッとした顔で祖母と母が帰ってきました。病院に到着後祖母は輸血騒ぎになったものの九段の歯の出血はピタリと止んだそうで、うん、医者も原因がわからず首をひねっていたそうですが
そんな態度に母がまたも切れて説教したと、帰宅後に晩ご飯を食べながら豪快に話していました。祖母は疲れて帰宅後に寝室で寝ていましたが、翌日には何事もなかったようにいつもの生活に戻っていました。あの石が原因で祖母が死にそうになっていたと今でも思っていますが、あの石は何だったのかは今でも謎です。そして母に石のことを話さないでくれた父に今も感謝しておりますとのお話です。はい、まあ石が原因かわからないけれども、おばあちゃんがひどい体調になってしまうという、そういうお話ですね。はいはいはい、はい、よくありますよねこういうのね。本人じゃないんだね。ね、家族が。家族なんだな。しかも歯が抜けてそこからさ、出血止まらないってすごいよね。歯抜けてたら出るとは思うけど多少。そんな、ね、そんなドバドバ出るかな、うん。タオルがもう染まって、うんうん、そこからもう血が滴るぐらい出るってさ相当よ。怖いな。いや怖いよ。ね、結構起こる現象としてはトップレベルに怖いやつだな、うん、あの方針演技でさ、うん、呪いであったよね、歯を抜いてみたいな。いやいや、あの腹を切られてさ、うん、その出血したところが止まらないっていう呪い、うん、あったよね。そう、それも確か刃物で切られてそこから出血が止まらないっていう方針演技のワンシーンであるんですよね、血が止まらないみたいな。なんか特殊な確か呪いでやるみたいなこと。それ呪いだった確かね、うん、だったような気するんですけど、そういう描写もあるんで血が止まらないってあるのかもしれないですね。なんかさ、うん、なんででもそこに行ったのかなってちょっと思うね、その、うん、おばあちゃんに 体力が弱いとかそういうところを狙うとかあるのかな。どうなんでしょうね。でもなんか僕もさ、うん、あのなんかしたらさ母親に行くのよ。うんうん、で母親が電話かかってきて、あのまたなんか拾ったりどっか入ったりしたでしょうって言われて、うんうん、正解って言うんですけど、うん、やめてよみたいなのが、うん、あったりするから、なんかもしかしたら自分をすごい可愛がっている身内にふとね自分に来るものが移動しちゃうみたいな、移、うん、っちゃうっていうのがあるのかもしれないですね、うんうん、まあ、なかなかに怖いお話でした、はい、最後でございます。だいぶ昔ですかと、ある宗教関係の方に占いをしてもらうことになり、うん、付き合いで仕方なく見てもらう感覚でと、うん、生年月日と名前を書きました。今彼氏いるね、その彼を大切にしなさい、あなたの運命の人だからと。あなたを何より大切にしている、裏切ることもない、信じてあげなさいと言われ、当時彼氏がいましたが私がふんわり冷めてましたと、うん、何言ってんだろうなぁと流してましたが、その一週間もしないうちに当時の彼氏が浮気、うん、そして付き合いで連れて行った人にも当たってないからきっと詐欺だよと連絡、その人からはきっと理由があるから先生に連絡してみてと言われたのを連絡し、ああ裏切られました、浮気されてました、別れました、当たりませんでしたね、なので予約などはしませんと伝えたら、あなたが占いを信じてないからよと言われましたが、うん、まあいいやと、それからそういうのきっぱり断ってます、うん、っていう文句文句です、うんうん、文句でございます。でもこの人強いなと思いますよね、その外れたことをむちゃくちゃ言うっていうね、きちっと。あ、まあまあまあ、うん、そうね、これなかなかさ本人に言うの意外と難しいかもね。そう、あの言えばいいじゃんって思ってません、うん、外れた時に、うん、とか岸本さんでもよくそのね取材行かれてて、うん、違う時にそのもの自体は違いますって言うけれども、あなたは別にその能力ないですよって、うん、これってなかなか言えなくって、まあまあ普通はね、普通はね、気使うからね。そう、うん、しかも相手のさ、うん、セミナーやってるところであったりだとかさ、まあまあアウェイ感っていうかね、うん、そうアウェイなの で、うん、で僕も何回も外されたことありますけど、うん、やっぱり一回たりとも言ったことないですよ本人に。あ、一回あるか、一、うん、回あまりにもひどくって言ったことあるけれども、そのタイミングでってこと。そのタイミングで、うんうん、あ、多分あなた違いますよねって言ったら、うんうん、つってコーヒーを、うん、って言ってで言うてましたけど、まあまあ言われたことなかったんだろうね、うん、じゃあそうガタガタガタって震えて、うん、まあその世はありましたけど、これなかなか言えなくって、うん、言った人の体験談って実はちょっと珍しいんじゃないかなと思ってね、うん、まあ、ちょっと最後に読ませていただいたんですよ。まあ、うん、あんまり言わない方がいいのかもしれない、わかんないけど俺はでも言って、うん、どういう風に理由を言ってくるのかが知りたいっていうのもあるんだよ。ああ、はいはい、それなんで外れたのかを、うん、でこういう理由があるならまあまあちょっと聞こうかっていうのがあるんだけど、うん、その
アウェイな状況でそれ言ったら、うん、なんかみんなで責められるみたいになるかもしれないから ね。あなたの信仰心が足りませんよと、うん、まあ、あるあるですけど言われたりだとか、ね、あなた側が悪いだと私らは当たってるんだから、うん、この違いって何か分かりますかって、うん、あなたが暴きに来てるとか疑ってるとかでしょ。いやいや、だからそういうのを言う絶対言われるから、いるからね、絶対言われるから、うん、信じる力ですよみたいな、まあまあまあ、病気も病も気からって言うでしょって、やっぱ気って大事なんですよって言って、うん、あなたが信じないからですよって言われて、まあまあ言われますから、ね、ほんならそれも俺の力やんって思っちゃうんですよね、うんうん、まあそうなんで必要ねえなって思うんで、ね、そう思っちゃうんですよね、うん、まあでもそれはそれで、うん、あの面白ければ俺はいいっていうスタンスなんで、まあ、同じでございます。 あんま関係ないですけど、まあ本物がいれば嬉しいですし、うん、まああの基本ああちゃうんやろなっていう気持ちで見てる面もあるし、本当の人がいたらいいなっていう気持ちもありながらね、うん、取材させてもらってるから、これからもどんどんですね、まあ、いろんなことを取材したらば、まあ、ここで発表していくので聞いていただければなと、はい、まあ、そういう気持ちでございます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。